もしもたくさし、んね、ファン。もしもし。あれ、これ。お前暇やん。ピーサー大好き。ちょっと自己紹介の方よろしいでしょうか。はい、皆さん、こんばんは。メリークリスマス、ケビンです。あったまるあったまるもうあったまったあったまってるクッツミさん、大久しです。ねえ、どこで何してる？あの、家で家族と一緒に、はい、あの過ごしていったんですけど、クリスマスを、ちょっと、あの、マニザから、うん、あの、キーさんが番組することを連絡が来て、うん、それを見て、うん、今、なんか、連絡しようと思って、そうか。優しい。テミンくん、テミン。はい。テミンがこの前、ほら、配信した時、キーが入ってきたじゃん。そうですね。ね。うん。ほんで、このキーくんがやってる時に、こうね、テミンが入ってきて。で僕結構、うん、キーさんが番組するとき緊張してよくできない、ね、なかったらいいなって思ったけど、うん、さすがキーさんよくやってて、うん、なんか突っ込むときがあんまりよなくて、うん、困りましたよね。何言ってんの。何結構上手ね。かわいいな。微妙なコメントしてくれたんですね。めちゃいいね。褒められたの今。どうなんでしょうね。褒められたんでしょうか。どっちかな。どっちなんでしょうね。ねえ、まあ、ありがとうね。今クリスマスイブ過ごしてる、うん、家族と。うん、ちょっと心温まるエピソードもらえます？はい、心温まりますかね。心が温かくなるエピソードある？ある？テミン君。僕、温かなる何？エピソード。ああ、温かくなるエピソードって言えば、うん、やっぱりあの、うん、僕たちはファンの皆さんと一緒にクリスマスを過ごす時が結構あったじゃん。そうそ、ん、う。それで、明日キーさんがキーレントでまた改めてファンの皆さんと一緒に過ごすことを頑張ってください。それは僕のエピソードじゃん。ちょっとこれですね。そう、いや、あったまったよ。これは言うたらそのシャイニーというグループの愛を感じたエピソード。適当に適当にお願いします。え、何？あ、適当にお願いします。いやいや、ね、本当に、ね、僕たちあのサンタの服を切ってステージで歌ったことを覚えてる？日本で。え？さっきの何さんでしたっけね。あーと一緒ですね。さっきの方と同じ。僕たちが他の方と同じカブセをいただきましたね。ありがとうございます。それって言っても3年前だよ、うん、4年前か。本当、うん、なんか、うん、最近記憶が良くない。そうそう。でもあれ1回だったから。だってあのダーズリングガールで着替えてステージでピョーンと出る瞬間ってあったんじゃない？ライブで。あ、その時サンタの服を着たことあるじゃん。あ、そうだ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 、思い出した。うん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 、嘘だろ。いや、思い出したって言ってるから。思い出してます。はいはい、ね、信じてあげるよ。テミン君には一応プレゼントして、こちらを悪霊退散できる。キング、じゃあこれプレゼントじゃん。いや、悪魔退散できる、これあげるよ。あ、僕もプレゼントもらえますか？うん、これもらえますんで。あ、え、本当？テミン、あの、悪霊退散、悪魔払いの鈴をあげます。あ、はい。じゃあキーク、じゃあ最後テミンに一言じゃあ言って。ね、テミン君、電話してくれてありがとう。えいえいえい、こちらこそ、もらってくれてありがとう。電話をもらってくれて。新しい俺の仕方ですね。はい、ね、でも本当に僕最近、うん、テミン君のことを尊敬しますってずっと言ってきたですか。それは なぜですか？そのイベント活動するにあたって、そうイベントとか一人でレコーディングとか、はい、一人で PV とか撮ってみて、はい、お前これやってきたのって言うぐらい本当に大変なことやってきたねって思って、はい、しかもこれ、うん、僕は初めてなんですけど、うん、この子もっと若い時からずっと出したんじゃないですか、うん、アルバムを、ね、はいはい、あれが偉いって褒めたい。褒められた。君、褒められたよ。よかったね。君、よかったね。褒められた君に。ありがとうとかじゃないね。褒められた。ありがとうとかじゃない。褒められた。君、よかった。ね、よかった。うん、よかったよかった。はい、クリスマス楽しく過ごしてね。ありがとう。メリークリスマス。メリークリスマス。皆さん、メリークリスマス。今日サプライズ多いですね。楽しいね。ちょっとバッと熱が上がりましたけど、まさかテミン見てるとはね。ねえ、ウケる。
ウケる。面白くて涙出そう。いやでも